日産、ブルーバード、ブルーバード、ブルーバードは、日産自動車が1959年から2001年まで生産、販売していた乗用車。第二次世界大戦前から続く、10から17型、戦後の DA 型、DB 型といったダットサンブランドにおける、セダンの系譜を引き継いでいるが、メカニズム的に直系とされているのは、オースチンと定型以降のダットサン、乗用車110。 210型系、210は、直列4気筒、オフ C 型 988cc 搭載である。日本の代表的なミドルセダンとして、またタクシー用の車種としても親しまれた。最大の競合車種はトヨペット、トヨタコロナ。1960年代から1970年代に、かけ、コロナとブルーバードが繰り広げた、熾烈な販売競争は、PC 戦争と言われた。 愛好者間での通称はブル。ブルーバードシルフィがその名を受け継いでいたが、2012年、平成24年12月のフルモデルチェンジで名称がシルフィとなり、ブルーバードの名が消滅、名実ともに53年の歴史に幕を下ろした。発売当時の名称はダットサンブルーバード。ダットサン系の本格的な量産型乗用車としては、 最初の全輪独立喧嘩採用者となり、在来ダットさんの固定軸に比べて、格段に乗り心地や操縦性を善した。ボディタイプは4度アセダンのみ。グレード構成は、1.0リットルは STD、1.2リットルは STD とデラックス。スタイリングは当時日産の車内デザイナーの佐藤、肖像によるもので。 世界的トレンドにはやや遅れたデザインではあったが、全体に注用を得たスタイルで機能性が高く、市場の反応は良好だった。セミモノコックボディと低床式、ラダーフレーム等を組み合わせて軽量化強度確保を図る。主要部品の多くは、ダットサントラックとの共用で十分な信頼性を備えていた。乗車店員は当初4名であったが、1959年10月に、 後部座席寸法を3人がけ可能に変更して5メートルな。エンジンは、先代のダット3セダン210型から踏襲された C1 型、水冷直列4気筒をオフ 988cc34PS4400rpm を主力に設定。後にストロークを再拡大し、1189cc とした E1 型も設定、P311。 WP311 型した。いずれも、技術提携先のイギリス BMC 車製オースチン b 系エンジンをベースとした、スロー化変更のバリエーションである。1.2リットルクラスの E1 型エンジン設定の、理由は、輸出主戦場と目されたアメリカ合衆国で当時、成功を収めていた同クラスのフォルクスワーゲンビートルに、対抗姿勢能確保が目的であった。 当時の日産の主力車種として、モータリゼーションの潮流に組みし、4年間にわたるモデルライフを通して、良好な販売実績を示した。韓国においては、セナラ自動車、現、韓国 GM によりノックダウン生産され、セナラの社名で販売されていた。あとにブルーバードのイメージを牽引することになる、SSS、スーパースポーツセダンが設定された初めてのモデルでも、ある。 日産初のフルモノコック構造の車体を採用。当初のボディタイプは、4ドアのセダンとエステートワゴンのみ。先代に引き続き北米へ輸出が図られたほか、新たに欧州へ輸出されている。スタイリングはピニファリーナによるものであったが、欧州町の尻下がりラインが不評で、販売台数で初めてコロナにリードを許す。エンジンは、 当初先代からのキャリーオーバーである C 型1.0リットル45馬力と E 型1.2リットル55馬力であったが、電源は310系までの直流発電機、ダイナモから交流発電機、オルタネーターに変更し、発電性能を向上させている。トランスミッションは310型系以来のフルシンクロの3速、MT で1.2リットルには先ソマットの オートクラッチの設定もあった。グレード構成は1.0リットルは STD、1.2リットルは STD とデラックス、ファンシーデラックス、エステートワゴン。ブルーバードの歴代シリーズの中で、あとの910型と共に大きな成功を収めたモデルである。1966年には、ダットさんのエントリーモデルとして1.0リットルクラスの大衆車。 ダットさんサニーが発売されていたことから、ブルーバードは1.3リットル以上の中級モデルとして上位移行し、ボディは大型化された。当初のボディタイプは2ドア、4ドアセダン、4ドアワゴン、4ドアバンの4種類。車内デザイナーによるスーパーソニックラインと称する直線的で彫りの深いシャープなデザインとなった。従来装備されていたフロントドアガラスの三角窓は、 換気装置の強化により省略された。メカニズムは、オースチンの影響が強かった410系までに、比べて一新されている。新開発の L 型エンジン水冷直列4気筒サイチェシーを搭載しており、両半モデルである1.3リットルの L13 型と、上級モデルとして1.6リットルの L16 型を積んだ SSS、スーパー、スポーツセダンのラインプだった。 サスペンションは、日産初の四輪独立喧嘩、フロント、マクファーソンストラット、リア、セミトレーリングアームを採用。セミトレーリングアームのドライブシャフト伸縮には、直前に日産と合併されていたプリンス自動車が、クロリアリ輪のドディオンアクスルに使用していた、ボールスプラインの技術を利用している。日本国内では他社に先駆けた先進的設計と、斬新なスタイリングをアピールし、 オーソドックスな後輪車軸喧嘩構造ながらデラックスな装備を売りにするとヨペットコロナとの b c 戦争をセリッタ。日本国外では廉価でありながら欧州車並みに高度なスペックを備えた魅力的なセダンとしてプアマンズ BMW との表を得、ラリーフィールドでのタフニスな活躍ぶりとも相まって人を高め、史上初めて北米市場でヒットした日本車となった。 当時の米国では高校生が初めて乗る車として人気を博し、その世代の米国人にとっては思い出深い車だという。続いて開発された初代フェアレディ Z とと共に北米輸出市場における日産、ダットさんの躍進を実現した存在といえる。車格の上級移行により、車体は大型化、当時の風潮に沿った局面基調で悪の強いデザインとなり、 社名も U のサブネームがついたブルーバード U となった。なお、従来の510型系は2ドアセダン、4ドアセダンの1.4リットルと1.6リットルの廉価モデルのみが1972年12月まで継続生産され、併売されていた。なお、このモデルではタクシー使用、営業車は設定されなかった。グレードは STD、デラックス、GL、 SSS、SSSL、SSSE SS が設定され、ボディタイプは4ドアセダン、2ドアハードトップ、ワゴン、バンの4種類。セダン、ハードトップはサイドウィンドウ下の J ラインと称するガーニッシュが特徴であり、その色は標準のダークグレーのほか、外反色が白の場合 J ラインは黒となり、コンメタリックではオレンジ色も選べた。 直列6気筒2.0リットルの L20 型を搭載、ホイールベースを 150mm 延長し、フロントオーバーハングを 55mm 延長した、ロングノーズの 2000GT シリーズの GT、X、GTE、GTX、GTG が追加設定される。フロント周りはポンティアックを思わせる処理がなされ、 スカットルブのエアアウトレット風の処理がサメのエラを連想させるデザインであったためサメブルと称された。マイナーチェンジ社はオイルショック、排出ガス規制で売れ行きが伸びなかった。オイルショックや排出ガス規制対応のため登場が遅くなり、販売不振のため時期モデル910型系の登場が早まるなど、わずか3年4ヶ月の生産に止まった。CM や広告出演は、 香山雄三でキャッチフレーズはヘビーデューティーであったが引き続きのサイズ被害化の一方で排気ガス対策とこれに伴う性能低下対処が最優先されたモデルであった。ボディタイプはセガンにドアハードトップバンで輸出用にワゴンが存在。ロングノーズの6気筒2.0リットルモデルは G6 シリーズとして続投。また610型系では設定されなかった。 タクシー使用者 L18P 型搭載が復活。これには沖縄向け左ハンドル仕様がごく少数生産された。エンジンは昭和51年排出ガス規制に適合した直列4気筒の L16、L18 型、直列6気筒の L20 型をラインナップ。足回りは前輪がマクファーソンストラットとコイルスプリングであったが後輪は SSSK と G6 シリーズはセミトレーリングアームとコイルスプリングを踏襲したものの GL、デラックス系は低コストのリーフリジットサスペンションとなったブルーバード史上最後の FR 車となる1970年代開発販売面での迷走を続けたブルーバードであったがこのモデルは派生型のロングホイールベース型や直列6 気筒モデルを廃止するという生きった見直しが図られ、バランスの取れた4気筒中型セダンとして設計された。510型を彷彿とさせる直線基調の機能的かつ、クリーンでボクシーなスタイルなども手伝って、小型車1.6リットルから2.0リットルクラスで27ヶ月連続新車登録台数が1位を記録するなど、910型は510型以来の 大ヒットとなった。発売の4ヶ月後には、ターボエンジン搭載モデルを追加。最高出力 135PS、6000rpm、最大トルク 20.0kgm、3600rpm を発揮し、テストコースで 0400m が16秒台、0時速 100km が10秒台を記録している。広告のイメージキャラクターには、沢田賢治を起用し、ザ・スーパースター。 ブルーバード、お前の時代だの、キャッチコピーが使われた。この CM で910型大ヒットの立役者となった、沢田は引き記事作有11前期型、ブルーバードマキシマも含む生産終了まで、イメージキャラクターを務めることとなる、後述、本人が歌う CM ソングや、ナレーションも、話題となった。輸出仕様も、国内仕様に準じた形で4気筒エンジンが、 用意されたものの、6気筒エンジンが必須の北米向けのみは、ホイールベースを 100mm 延長し、L24E 型2.4リットル直列6、気筒エンジンを搭載したセダントワゴン、GL910、WGL910 型系がラインナップされ、ダット3810シマの愛称で発売された。国内向けガソリンエンジンは、全車直列四気筒の Z 型に統一され、また、 この910型からディーゼルエンジン LD20 型が登場し、後にディーゼルターボ LD20T 型エンジンも追加される。営業者には LPG エンジンの Z18P 型が搭載された。SSS シリーズには開発当初、スカイライン RS 用の4バルブ DOHC の FJ20E エンジンの搭載も企画されたが、当時日産はターボブーム真っ只中ということもあり。 販売サイドの移行で見送られたという逸話もある。足回りはフロントサスペンションが日本製 FR 車発のゼロスクラブとハイキャスターにセッティングされたマクファーソンストラットコイル。リアは SSS 系にはセミトレーリングアームコイル、エレガント系タクシー、後期型ワゴンは4リンクコイル。バン、前期型ワゴン、1987年10月以降の LPG エンジンのタクシーは ハンダエンリーフリジットディーゼルエンジンのタクシーは1987年10月以降も4リンク式となった。また、豪州日産では1985年まで生産を行っていた。バンのサイレンカグレード及び営業車を除く全車にフロントベンチレーテッドディスクブレーキを標準装備。キャブレター仕様を除く SSS 系、後期型2.0リットルのエレガント系には、 ウレタン製衝撃吸収大型バンパーが装備された。これらの機構的特徴を前面に押し出した、走る、曲がる、止まるのキャッチコピーは、技術の日産ファンのユーザーの購買心理に、好意的に迎えられた。SSSXG シリーズには、デジタルメーターも、標準装備する。当モデルの2ドアハードトップを、オープンカーに改造したものが、 発売当時開場したばかりの横浜スタジアムでリリーフカーとして使用されていた。営業車、モデル、タクシー用は FF 全輪駆動の U11 型にフルモデルチェンジされた。あとも FR 後輪駆動の910型が継続生産されていた。その理由に、以上の理由で FF 全輪駆動の U11 型の営業車、モデル、 タクシー用の設定を断念せざるを得なかった事情があった。セガン、ハードトップ、1983年から1987年、マキシマ、1984年から1988年、バン、ワゴン、1983年から1990年、ブルーバード発のエンジン横置き FF、全輪駆動車、先代の910型の流れを組んだデザインで、 ボディタイプは910型に設定されていたに、ドアハードトップは廃止され、4ドアセダン、4ドアハードトップ、ステーションワゴン、バンの4種類が設定され、前モデルの910型系と比較してトレッド幅を拡大し、コーナリングにおけるトルクステアなどの FF の弱点を、ケストに重点が置かれる。ガソリンエンジンは全て CA 型に統一され、ディーゼルエンジンは ノンターボの LD20 型65馬力の1種類のみの設定。広告には、沢田賢治が先代の910型に引き続き起用され引き続き、CM ソングとナレーションも担当したほか、これまでのビジュアル中心のものに加えて、コミカル風の CM も作られた、ブルーバードマキシマ CM は、CM ソングとナレーションのみに止まり、沢田交番後の後期型 CM は、 無名の外国人タレントを起用し、CM イメージも一新した。この CM 以降、U14 まで CM に有名タレントが起用されることはなく、その間海外無名タレントの起用や車が走って、いるだけの映像が使われた。キャッチコピーは、前期型は、ブルーバード、お前は、スーパージェネレーション、走りが、ダンサー、素晴らしい、ブルーバードにならないか、後期型は、人の中へ、 であった。1983年の日産創立50周年を機に一新された、米国のペンタグラム社が制作したロゴフォントを採用。先代の910型系までの正式社名であった、ダットサン・ブルーバードから U11 型へのモデルチェンジを機に、正式社名が日産・ブルーバードへと改められ、車検証の社名欄も先代の910型までのダットサンから、 U11 型から日産へと改められている。AD ワゴン、ステーションワゴンはターボ SSS と LX のにグレードがあり、ターボ SSS は当時珍しいガソリンターボのワゴン車であった。海外輸出については、これまでのダット3160から 200U から正式に日産ブルーバードとなり、メーターがドイツアウトバーン対応の MAX240 キロ H 以外は、 日本国内仕様と同一である。一方、オーストラリアでは、日本より遅れること2年後に生産が開始されたモデルである。全輪駆動生産のライン関係などに、大幅な遅れを取った関係から910型長らく、生産された要因とされた。ブルーバード発の4輪駆動車が登場。ボディタイプは、4ドアセダンと4ドアハードトップ。丸みを持たせたデザインで、 HT はセンターピラーレス構造を仙台に引き続いて採用。V6 エンジンの上級グレード、マキシマと版、ン、ワゴンは U11 型を継続生産。グレード構成は伝統の SSS シリーズのほか、アーバンサルーン、LE、SE サルーン、G サルーン、スーパーセレクトシリーズを設定。 価格帯は 1600LE5MT 車119.8万円から1800、ツインカムターボ SSS はテッサリミテド 4AT 車299.8万円と同系エンジン搭載車でもセダンと H、T とでグレードと装備の組み合わせが異なるなどワイドバリエーションを誇った。エンジンは先代 U11 型と同じ CAK を改良し、 DOHC135 馬力の CA18 で、最致 C88 馬力の CA18i、最致 C79 馬力の1.6リットルの CA16s、ディーゼル67馬力の LD22 が用意された。また、1800ツインカムターボ SSS アテッサ、リミテッドに搭載された DOHC ターボの CA18、デッドは、インタークーラーの装着や、 プレミアムガソリン使用化が行われたことで最高出力が 175PS にまでたかられた。センターで不思議フルタイム 4WD システムのアテッサは 2WD シリーズに対してそれぞれ SSS アテッサ、SSS アテッサリミテド、アーバンアテッサシリーズとした。アーバンアテッサシリーズは SSS アテッサに標準乗りやビスカス LSD がオプションであった。前期では CA18i、CA I 後期では SR18D に設定。北米市場ではセダンが1990年の1992年と、短命ながらもスタンザとして販売されていた。なお、1993年より、同市場で発売されているアルティマは、後継車種である。このため海外輸出では、セダンのタハードトップも加わり香港、シンガポールなどといった東南アジア地域に絞られた。 なお、後期型における CM のナレーションは長塚一恵さんが担当し、バック音楽にはアメージングフレースを採用。キャッチフレーズはグッドカーだった。前期型のキャッチフレーズはルーバードが好きだ、走る、曲がる、止まる、そのどんな瞬間にも最高の車であってほしい。スーパー等コントロールサスペンション s t c スースと呼ばれる。 リアサスペンションをアテッサ車に初採用。サスペンションの形式としては 2WD 車と同じパラレルリンク式ストラットデルがブッシュのたわみを利用して2本の不等調のパラレルリンクとラジアスロットとが後輪の受ける横力に応じて等をコントロールすることでコーナーリング性能向上を目指す機構であった。ヒーカスを積極的、能動的な四輪層だとするならば いわば受動的な四輪相打機構であり、開発テーマの一つ、アコースティックな走り実現に寄与していた。U13 型では 2WD 車にも拡大採用されたものの、同時期のプリメイラでは採用しておらず、その後採用した車種はない。ラリー競技参加を主眼として、ラリーバージョンの SSSR を設定。オーテックジャパンが開発し、日産自動車で製造、ニスモで販売された。 アテッサを搭載したフルタイム 4WD セダン1800ツインカムターボ SSS アテッサリミテドを基本としておりエアインテークが設けられた専用エンジンフードが外観上の特徴国内ジャフ競技用ベース車という性格からロールバーが標準装備でありトランスミッションもクロスニアレシオ化されているほか様々なラリーオプションがニスモから用意されたエンジンはベースとなった CA18 デッドにチューニングを施した CA18 デッド R を搭載。CA18 デッド R は A、R を標準車の0.64から0.89の高速高出力型としたギャレット製 T25 型タービンを採用。圧縮比を標準8.5から8.0に下げて最大化9圧を600メートル MHg。 レギュラー使用時 500mhmhg から6 9 0 m h トル m h g まで上昇させることで、標準 175ps 23.、23.0kgm に対して 185ps 24.、24.5kgm の出力を誇った。また、カムのオーバーラップ像や、ステンレス液ーストマニホールド、コスワース社製の専用単像アルミピストンの採用など、特筆すべき点が多い。 ボディタイプは4度汗団のみ。定員2名、後に定員4名使用追加。価格は、東京地区標準275万円。競技車両としての使用を前提としていたため、保証が標準車と一部異なるほか、装備内容も、サイレンカグレード 1600LE とほぼ同等まで、省略されている。外観では、コーナーリングランプがないため 1600LE と共通。 ブラックアート処理となって一方で、1600LE で、さえも、標準のフェンダーマーカーの点灯機能が、省略されていたほか、定員4名使用者の鉱石座面等、標準車と異なった部品が用いられていた。受注生産者として、月30台程度販売された。後期 SSSR の販売台数は、前期に比べてもごくわずかで、エンジンは、 標準車と共通の SR20 デッドである。ボディタイプは4ドアハードトップと4ドアセダン。ハードトップは側面衝突における安全性を考慮してセンターピラーが付けられエレガントなデザインのアークス、アークスとなる。セダンはスポーティな SSS、3S ビジネス向けエコノミーグレードの EX、EX と後に追加された。 ビジネスが設定された。セダンのデザインは、日本の日産案と日産北米スタジオ、インディアンが比較され、独特なフォルム、レパード J フェリーのような、尻下がり型を持つ北米案が採用された。セダンは全高を高めにとり、室内の広さも当時のクラス最大級を誇るなど、居住性が飛躍的に改善されたが、日本国内では全高が、 やや低く後部座席のヘッドクリアランスに若干難はあるものの無難なデザインを採用したアークスが販売の大半を担う結果となった。なお、セダンアークスは合わせても初代 P10 型系プリメーラ仙台モデル末期の1990年登場に販売台数で及ばなかった。駆動方式は FF とビスカスカップリング LSD 式ン、WD のアテッサが設定された。 ガソリン2.0リットルエンジン SR20 デッド SR20 で搭載車はリアデフにもビスカスカップリング式 LSD を用いており SSS リミテッドアテーサにはフロントにもビスカスカップリングを用いた新システムのトリプルビスカスが採用された装備はハイマウントストップランプが全車標準装備となったほか上級グレードのアークス Z には運転席 srs エアバッグを採用、後に全車標準装備。車内に取り付けたマイクで周音した波形と逆位相の波形を専用スピーカーから喪失して、車内騒音を軽減させる案、アクティブノイズコントロール、先行して S13 型シルビアに採用されていたフロントウィンドウディスプレイ、フロントウィンドウに速度、ブレーキ警告、ドア警告を表示させるなどがあった。ドアセダンは、 アルティマ、初期はスタンザ・アルティマの名称で北米でも販売され国内モデルよりも社服が広く細部が異なっていた中国の東風技車有限講師でも中国国内にシルフィが投入されるまで生産されたまたアークスは香港に2.0リットルモデルのみ輸出主に日本国内ユーザーの要望で箱型のオーソドックスなスタイルとなった ボディタイプはセダンのみで長年ラインナップされていた4ドアハードトップは消滅した。テレビ CM には初期は時は高校メインに本職が役者ではない4人の男性、中期は時はと蟹焼栄三、池内博之が起用された。P11 型系プリメイラとプラットフォームを共用したため先代モデルに対し全長及びホイールベースは それぞれ 20mm 短縮され若干ダウンサイジングされた。グレード構成はスポーティな SSS 系とフォーマルファミリー向けのルグラン GFE を設定。後に2.0リットルディーゼル車と1.8リットルガソリン車にエプリースを追加。強襲車も先代に引き続き設定される。トランスミッションは当初5速フロア MT とアド付き4速ロックアップ AT を設定。 後にトルクコンバーターを組み合わせた、マニュアルモード付きのハイパー CVT M6、ハイパー CVT 電子制御 ATEATX を追加した。装備面では、運転席と助手席のデュアル SRS エアバッグを、教習車を除く全車に、標準装備。警察の操作用を覆面パトカーとして大量に、導入された。メーテルリンクの道は、青い鳥にちなむ。古来より、 欧米では青い鳥は幸せの青い鳥として幸福の象徴とされてきた。当時の川又克次社長によって命名された。当初はスノーバード、雪放ジ郎と命名されるはずだったが、これがアメリカの俗語で麻薬常習者を意味していたため解明せざるを得なかったという逸話がある。もっともアメリカ市場ではターンにダッツンの名で販売された。 また、二代目以降のスポーツグレードに与えられる SSS とは、スーパースポーツセダンの頭文字を取ったものである。日産自動車の台米輸出が増加しつつあった1960年代、日産が発注した自動車運搬船にもブルーバードの名が冠せられた。ブルーバードは1968年から1981年の間、主に北米航路を中心に、 日産が製造した普通自動車の輸送に当たった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。